皆さん、こんにちは。タレントの柴田理恵さんといえば、バラエティのみならず女優としてもドラマや CM で引っ張りだこですよね。親しみやすい印象の柴田理恵さんですが、あの創価学会を脱退したという噂があるようです。また逮捕された過去があるといいます。そこで今回は柴田理恵さんの創価学会脱退の真相や久本雅美さんとの関係、逮捕や母親の現在についてご紹介します。柴田理恵さんは富山県立八尾高等学校を卒業後、明治大学文学部演劇学科に進学。大学時代は演劇研究部の仲間たちと1ヶ月間アメリカを旅行し、ニューヨークで芝居をたくさん見るなど実り多い日々を過ごしていたそうです。大学卒業後は1973年に自由劇場を退団した佐藤 B 作さんを中心に結成された誰でも楽しめる軽演劇をやろうというスローガンのもと活動していた劇団東京ボードビルショーに入団。そして1984年には劇団東京ボードビルショー脱退。退団後は佐藤正弘さんや久本雅美さんなどと一緒にワハハ本舗を結成し、看板女優として多くの舞台に出演しました。そんな柴田理恵さんは2023年日本放送のラジオ番組高田文夫のラジオビバリーヒルズにゲスト出演。所属する劇団ワハハ本舗の公演に警察が出動する騒ぎになったことがあると明かしました。もともとワハハ本舗の舞台は下ネタが多く、一見すると裸に見える裸スーツを使用することでも知られています。柴田さんは、私たちは局部を隠す稽古をしてるのに、お客さんでどうもご婦人が見にいらして、あんなものを出してる劇団がいますって警察に電話しちゃったのよと明かしました。そこで警察官が公演を監視しに来たといい、現行犯逮捕体制で刑事さん3から4人と警官の人たちが20人くらい来ちゃったので、今日はステージの脇で見るって言うから、それはお客さんに対して困るから、奥の扉を3つ4つ全部警察が占拠してずっと2時間見てたことがある。もちろん舞台上で局部を見せるようなことは一切なかったそうです。柴田さんは、結局警察は2時間全部見て笑って帰ってったんだよと当時のことを語り、終了後一緒に舞台に出ていた久本雅美さんと2人で刑事のとこに行き、楽しかったイティと言うと、刑事もイティと返してきたと言います。柴田さんは、楽しんで帰ったんだ、なんだよただで見たじゃねえかと苦笑していました。また柴田理恵さんが酒によって高校生に暴行をし逮捕という噂があります。これはどういうことかと調べてみると、過去に柴田理恵さんが逮捕されたという内容の動画がニコニコ動画にアップされたようです。その内容としては、8月11日午後8時頃、タレントでおなじみ柴田理恵容疑者が帰宅途中の女子高生をひどく暴行したとして警視庁に書類送検されました。警視庁の話によると、柴田容疑者は帰宅途中の18歳女子高生に対し殴る蹴る等の行為をして、女子高生に重傷を負わせたと思われます。女子高生はその後病院に搬送されましたが、命に別状はありませんでした。柴田容疑者は、当時ひどく酒に酔っていた等と述べており、容疑を認めているとのことです。この文章を見る限り、かなりの生々しさが伝わってくる内容で、柴田理恵さんが本当に暴行で逮捕されたと思った、ネットユーザーも多かったようです。しかしこの逮捕速報は真っ赤な嘘だったのです。なんとも悪質ないたずらですよね。戦術したように演劇の最中に警察が出動してきたなどのエピソードもありましたが、これも事実無根で逮捕などはされておらず、過去も現在も柴田理恵さんに逮捕歴はないようです。では次に柴田理恵さんの創価学会脱退の真相についてご紹介していきます。柴田理恵さんは1987年に久本雅美さんに誘われて創価学会に入会しました。当時ワハハ本舗の運営に悩んでいた時に声をかけられ、それ以来2人ともかなり熱心な信者となりました。一時は公明党の演説にも2人揃って登壇するほどでした。公明党といえば母体が創価学会ということで有名ですが、
創価学会の素晴らしさを力説して看板としても活躍します。それ以来柴田理恵さんも中心的なポジションにつき、創価学会の芸術学部中央委員を務めています。その一方、柴田理恵さんがすでに創価学会を脱会したという情報が上がっています。柴田理恵さんが創価学会を脱会したという理由の一つに池上彰さんが絡んでいるそうです。番組の中で池上彰さんは公明党と創価学会の関係について疑問を呈します。公明党で当選した佐々木さやか議員について、公明党を応援することイコール創価学会にとっての宗教活動ですよね、功徳を積むことになるの？と質問します。そして視聴者からの質問で、公明党と創価学会の関係は政教分離の憲法の原則に違反していないか？と問いかけました。かなり際どい質問ですが、それ以来柴田理恵さんは宗教活動を自粛しました。このことが脱会の噂につながったようですが、表立った行動をしていないだけで脱会はしていないそうです。芸能活動のため宗教活動を自粛しているだけのようです。そしてそんな中、柴田理恵さんと久本雅美さんは創価学会でのもつれから不仲説が浮上していました。しかし2人のコンビ愛は本物で、今も良好な関係が続いているようです。売れない頃は6畳一間に2人で住んでいて、風邪をひいた時にお互い看病し合っていたとか。しかも柴田理恵さんが旦那さんと暮らしている家には久本雅美さんのための部屋があるとか、独身である久本雅美さんの老後を心配して部屋を作ったそうで、お互い不満もないし隠し事もないと固い絆で結ばれているようです。また柴田理恵さんは28歳の時に現在の旦那さんと結婚しています。旦那さんはわはは本舗の元舞台監督、2人とも劇団関係者なので、結婚式は劇場にお客さんを入れた公開結婚式を執り行いました。旦那さんは柴田家の婿養子になったそうで、柴田姓となりました。2人の間にお子さんはいらっしゃいませんが、現在もおしどり夫婦として有名です。そしてその旦那さんとの出会いも創価学会でした。柴田理恵さんと創価学会は切っても切れない関係なんですね。結婚前長年交際していた2人ですが、なかなかプロポーズしてこない旦那さんを不満に思った柴田理恵さんが今後のことを尋ねると、じゃあ結婚するかとの返事で決まったそうです。まるでせかされたように聞こえますが、旦那さん曰く最初から決めていたとのことです。とても仲良しエピソードですね。というわけで、柴田理恵さんが創価学会を脱会したという噂は完全なるデマで、ただあんまり活動していないというだけということが分かりました。しかし柴田理恵さんの最近テレビで見ることが少なくなった思いませんか？調べてみたところ、柴田理恵さんは現在親の介護に注力をされているようです。2017年10月、腎盂炎で母親が緊急入院、当時88歳でした。そして要介護4の認定を受けました。要介護4というのは、介護なしには日常生活を送ることができない重度の状態です。柴田さんはお母さんに提案しました。よかったら一糸口に東京で暮らさない？しかしお母さんは絶対に嫌だ、そもそも自分の人生は自分のもの、あなたの人生はあなたのものと普段から言っていたということです。柴田さんは東京から片道3時間余りの富山のお母さんを遠距離介護することに。お母さんはリハビリに精力的に取り込み、みるみる元気になります。しかし2017年12月初旬、夜中にトイレに行こうとして転倒、腰椎を圧迫骨折し2週間の絶対安静となりました。お母さんは2週間は我慢、それからまた頑張ると前にも増してリハビリに励みました。すると年末年始一時帰宅できて、親子でおせちとお酒を楽しむことができたとのこと。お母さんは、ああ美味しいお酒が飲めてよかったわと喜んだということです。その後は雪解けの春まで介護老人保健施設を利用し、要介護4から要介護1まで回復しました。そして2018年4月から在宅介護になりました。その後も遠距離で介護を続けられているそうです。いかがでしたか？
今回は柴田理恵さんの創価学会脱退の真相や久本雅美さんとの関係、逮捕や母親の現在についてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。